最後までご視聴ありがとうございました。エピローグということで袴のちょっとお話をしたいんですね。ちょっと今回袴のことを調べましたら、袴自体もともとは室町時代以前袴はもう本当女性の本当に普段着るのに必須のものだったらしいんですね。でその後小袖って言ってお着物と帯が流行りだして一回衰退したそうなんです。ところが明治洋服がこう欧米から入ってきた時に男性の方が洋服が早く発達して女性はちょっと後だったそうなんですね。で学生さん女性も学校に行くようになって活発に動くために袴が男性と同じこう馬乗りっていうんですかね、町のあるこう履くタイプのものだったそうなんです。で後ろにもね板がついててちょっと勇壮な感じの袴を履いてたそうなんですが、やっぱり女性らしくないということでこういう形のアンドン袴っていってね、スカートのタイプ、これだったらトイレも楽ですしね、これがこう普及したそうなんですね。だからすごい可愛いじゃないですか、明治の子供ね、ハイカラさんすごい可愛いんですよね。はい、それで今、まあ、第1がその室町以前、その後が明治、その後が最近ですね。卒業生の支度ですね、大学生とか、あと学校の先生、あとですねなんかドラマで見たんですけど、野際陽子さんっていうね女優さんが学校の校長先生でねいつも袴履いてらしたんですよ。すごい素敵でしたね。ただね自分が着るとなるとちょっと滑稽ですね。ちょっと似合わないし、で今回おかげさまで軽減させていただいたんですけど、活発洋服の感覚で着物に袴履いたらすごく活動的ですね。なので私こう第4の季節が来ると思うんですよ。卒業式だけじゃなくて若い子がね着物を着る時に袴を着る、そういうのが流行るんじゃないかなと思ってます。あと海外の方袴さえ用意すれば着丈とかね短くても全然大丈夫なので、あと洋服の感覚にすごい似てるのでね活動的なので袴がすごい流行るんじゃないかなって予想してます。多分私がこう生きてるうちにそんな時代も来るかなっていう気がしております。そんな時にこの袴の着方参考にしていただけたら大変ちょっと滑稽なビデオにはなっておりますが、ぜひ練習して袴卒業式だけじゃなくてその後もこうリサイクルの着物とかね大正ロマンのこう着物とかね着ながら袴を履いてちょっと楽しんでいただけたらすごく私も嬉しいです。よろしければこれをご縁に着物も好きになって着物ライブ若いうちから始めていただけたら幸いでございます。どうも最後までご視聴ありがとうございました。また着付けの方でねいろんな動画あげたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。それでは素敵な卒業式